こんなに種類があるとは知らなかったです。6000種番ぐらいは6000種番なだらかに見えますけども、うん、本当はここに段があるんですよ。生地に接しないようにしてるんですよ。うん、横に力かけちゃったらすぐ曲がっちゃうんですよ。オルガンさんの強みって、まあ、例えば薄いハトノーチでこう針をこうやるとブツンっていうのと、テクが2つ並んでる、はいはい、ここを一定化させるっていうところで見やすい刻印。これは今年の6月ぐらいに一応発売する予定なんです。プラスプラスアイオっていうのがとりあえず、まあ、型番にプラスプラスがあったら新しいタイプアイオのやつなんだな、はい、UI っていうのはユニオンの。そういうこと。そうなんですよ。GP は、ホームユースという部分でエッジが家庭用っていうテクニカルリンクっていう、こういうのを条件にして検索をするとこういうふうな針がさまざまなこの、うん、このデビュー1の SF の8番こういうふうに、地元の人って結構おじいちゃんが長オルガン針見たんで自分も入りましたみたいな、あの線路の錆を見て、うん、長野は線路の錆が少ないからって。コート針っていうのは蓄音機の針ですよ。あ、はい、オルガンのオルガンってそういうことだと思うんですよね。ですから、まあ、楽器作ってあるんですかってよく聞かれると、縫製バー一旦引退してるんですけど、今再雇用でいてるんですけどね。62まで上海におったんですよ。でその前はずっと西日本回ってました。1998年ぐらいまでは四国、九州、あ、そうです、中国地方。やっぱり高校の家庭科でミシン使った時は、はいはいはい、まだこんなに種類があるとは知らなかったんですよ。なんか確かに1個だけぐらいはなんとなくもう家庭用のミシンぐらいしか習ったことないんですよね、うん、そうですよね。ボビンとは何ぞやみたいな形なんですよね、うん、そう、ちょっと品番的に言ったらもうめちゃくちゃあるじゃないですか。まあそうですね、正直、まあ、6000種番ぐらいぐらいは作ってはいるんですけども、種類的にはね千何本ですけども、そこに番手が入ってくるんで、下は6番から上は25番とか28番とかっていう針まで全部含めてなんですけど、そこに加工区分であったり先端形状のオプションが入ったりとかしていくと、まあ、6000とか7000とかっていう種類に。在庫確保するって大変じゃないですか。うん、おっしゃる通り、もう自分で自分の首を絞めてますよね。そうですね。縫製業は針なかったら縫えないじゃないですか。だからもうすぐ欲しいってなるのかな。時にやっぱり在庫がないってなったら、うん、どうしようってなりますね。まあ、それはねやっぱり流通の考え方次第なんですけども、ディーラーさんが、はい、ユーザーさんをよく見ておられるところはやっぱりそれなりのストックを持って対応されますし、手前どももうある程度手筋を見てストックはしてるんですけども、これだけ素材が変わったりとか、パターンナーさんもいろんな素材使いたくて、でこれとこれを合わせてサンプルで、作りました、でも量産かかったら縫えません、でももう、ね、納期は迫ってるっていうお話を結構聞くんですよね。その時にはじゃあ我々、まあ、お声かけていただければ、まあ、つなぎでこんな感じでどうですかとかっていう提案もできるんですけども、まあ海外ってなってくると作る量も半端じゃないんで、そういう時にはねかき集めて送ったりとかすることもありますけどね。まあ数を誇ってたのは昔の話なんですけどね、今はどちらかというと、まあどんどん絞り込んでね、全ての機能をというふうな流れで。縫製バー、まあミシン針ってもう基本針にミシンに装着される部分があって、ワークする部分があって、はい、糸を送り込む部分がある、そういう形状なんですよね、はい、あとはミシンのこの動かす距離によって長さが変わったり、軸受けの部分で太さが変わったりするだけのことなんですけども、結局それがどんどん高速化していって、高速化要するにミシンのスピードが、昔は1800とか2000回転ぐらいで良かったのが、はい、もうオーバーロックなんか1万回転とかっていうふうにスピードが上がってきて、で結局その縫製の中で生産性上げなきゃいけない。なるほど、うん、そうすると針に求められる形も変わってくるんですよ。スピードが上がったことで、そのちっちゃい差を求めるようになったんですね、針の形状の。そうですね、高速対応っていうのは結局針熱が上がったことによって、はいはい、糸も軟化したり、はい、素材が溶けたりとかするんで、
でそれを針温度を上げないようにするような構造であったりとかですね。なるほど。あと表面コーティングとか材質とかっていうの、これちょっと見せた方がいいかな。先ほど言いましたように、ここが、ね、皆さんご存知のようにミシンに入る部分で、でこの長さっていうのが、あの、まあ、強度に影響する部分もあるんですけどね。デイビーなんか結構長いんですよ。で、あのここがあの生地に入る部分なんですね。でこれ今なだらかに見えますけども、本当はここに段があるんですよ。昔はストレートで一本、もう本当に針っていうやつやったね、で高速化したことによってここに二段針線って言って段がついてるんですよ。ちょっとこちらの方が分かりやすくて、ここに段があるんですよね。見えます？光沢で少しは。これ分かりやすい。ええ、でここの穴横の部分と、ええ、穴の横の部分ですね、ここの部分とここの太さっていうの間は、この生地に接しないようにしてるんですよ。そうすることによって高速対応を、そうですね、ホウセイバーやっぱり針ってもうコンマ何ミリでもすっごい細かい世界じゃないですか、だから品質が安定しないと、はいはい、そこなんですよ。なりますよね。オルガンさんの強みっていうのは何か、手前どもの強みっていうよりも部品ですよね、これはあくまでも縫製機械の部品であって、この完成品のメーカーさんがやっぱり日本製が強い、あの重機さん、ブラザーさん、岩田さん、大和さんっていうのがね、日本の縫製機械メーカーさんがやっぱり頑張っておられる、そこへやっぱり相性がいいんですね、教育させていただいてるっていうのが最終的に世界的に、確かにそうですね、ご用意いただける情報がその日本内で回って、そうですね、改良されてて、やっぱりあのメーカーさんとしても同じ、まあ、日本語を使ってすり合わせできる方がものづくりしやすいっていうところもあって、やっぱりドイツのメーカーさんっていうのはうちの競合の部分なんですけどね、やっぱりそこの強みは強みではあります。でもやっぱりレスポンスで我々、ね、お答えしていかなければいけないなとは思っているんですけどね。あのドイツって職人の国っていうイメージがあって、それは針メーカーとしても感じるところありますか？似てるなみたいな。あの私もまあ先輩からずっと聞いていく話によってですね、まあドイツある意味縫製機械においてはまあ向こうの方が先進というか先ですよね。そうか、ディルコフとか。日本のメーカーさんもドイツのメーカーさんね、アメリカのメーカーのユニオンさんであったりっていうところから技術を得て改良していって消化していったものがありますよね。で針もそうなんですよ。もともとシンガーさんが作ってる針を国産の中でやっぱり国産化していかなければいけない、まあいくらかと思うんだよ、まあ、本当に何十年のものを作ってるっていう、大手さんが介入してもあんまり儲からないでね。なるほど、そういうところで、まあ、うちもあの針を作る機械から作ってるところがあるんで、まあ、そこがまあ強みって言えばそうなんですか。なるほど、確かに縫製バー、あの縫っててこのここの先っぽがちょっと丸くなるというか、もう目で見て分かるならいいんですけど、ちゃんと尖ってると思うんだけどダメなのかなみたいな時って見方みたいなのあるんですか？よく縫製工場さんで言われるのは、ここで変摩耗してる分にはそんなに問題はないんですよ。こう例えばルーパーとこすって、鋭利になってる、ニットなんかでしたら切れちゃいますよ。荒れたことによって生地を切っちゃうんですけども、不白ですとそう問題ないんですよ。一番の問題は先が潰れて返りが出てるっていう問題がね、それがなってくるとやっぱりプツンプツンとしう音がするんですよね。それが講じていくと針折れにつながるんですけども、朝の始業時に針先のところで、まあ、例えば薄いハトの紙でこう針をプッとやるとプツンっていうのとスッと入るので違うと思うんですよね。ニットなんかやってるところですと微妙なあの感覚があるんで、ストッキングとか、ああいう薄いニットの生地でこうなぜるんですよね。なぜるとそれに引っかかったりとかするので、割りがあるとそういう検査を、まあ、とりあえず始業時にされるっていうのをよく聞きますよね。うちとすればもうあの、朝必ず帰ってくださいって言いたいけど、とりあえずは検査してくださいっていうのはね。一回皿の新品のやつで、そのスッといくやつを試して、あ、こんな感じかと覚えておいて、そうですね、ってことですね。そういうふうにやっていただければ、限度見本みたいな形になると思います。あと、ああいうのないのかなと思って、針の方向を合わせる、ここ
はちゃんと横になるようにってやるんですけど、はいはい、家庭用ミシンだとくぼみがあって、はいはい、間違いようがないというか、はいはい、ああいうのって工業用ミシンではない？ありますよ。あるんですか？あるあるんですよ。あ、そうですか。例えば大きな工場で、はい、保全さんが全部全部こんなセッティングなんかしていけないという場合には、はい、ちゃんとこう方向性がつくようにだいぶカタログの波形がいいんで映ってます。これはフラットシーマーの機械なんですけども、ここにこういうふうな四角くあってペケマークになってますよね。これがアダリンって言うんですけども、ここにネジ止めをするっていうのを。あ、じゃあペケが2つ並んでる、はいはい、これがその方向方向を一定化させるっていうのがあるんですよ。なるほど。家庭用のようにオペレーターさんが普通に使えるようにするっていうのになってくると、ここを平取りするんですよね。あ、やっぱ改造しなきゃいけないんですね。そういったものもありますよ。ああ、改造したものは。あ、そういうの売ってるんですか？はい、ありますよ。ただ、どうしてもね、糸をうまくループを開いたいがために、はい、技術のある人は少し回したりとかするんですよね。それはこれはできないんで、そういうので、あんまり使われないんですけども、最近ですと車の関係とか、アパレルさんみたいに経験豊富な人だけじゃなしに、はい、誰でも低スキル化でできるようにっていうところは、そういうのを求められます。なるほど。まあ、そうですよね。ちゃんと方向性が合うようにっていうのが。本当ですよ。うん、向きを調整するのも頭を使うじゃないですか、うん。そこで集中力をちょっと消費しちゃうというか。ただやっぱり今もそういうお問い合わせが多いんで、うん、あ、そうですよ。うち今新しいタイプでは、この表の溝をここまで切り上げてしまって、うん、ここで方向が分かるっていうのを今とりあえずやろうかなと思って。あ、そうですか。ぜひ助かる。こちらの方なんですけども、うん、まあ、もうやってるんですか？ええ。あ、そうですか。ここでちょっと見やすいところに。この、で、このタイプはライン、ここでこういうふうに切り上げることで、ここが見えるんですよね。これは今年の6月ぐらいに一応発売する予定なんですけど。ええ、これはこの機種に限っての部分なんですけどね、今後ご好評を得て第2弾第3弾ってやるかもしれないんですけど。確かにそうですね。最新の針っていうのは何が違うんですか？今どちらかというと、はい、高速とか耐久性とかっていう時代が過ぎて、うん、はい、まあ、SDGs じゃないですけども、うん、どんな素材でも、はい、できるだけあんまり芝を増やさずにやっていけないかっていうのが、うん、ところがあって、だからできるだけ使えるレンジを広げていこうというのが、なるほど、プラスプラスアイオっていうのがトレードマーク、まあ、一応商標登録してますけども、ブランド名みたいなの、まあ、一応これがコンセプトなんですよ。アイオというのはオールインワンっていう意味なんですよ。で、新開発の TD ブレードっていうことですね。ブレードとスカーフとで、こういう穴の形状であったりとかっていうのを、こういう形状のものをパッケージにして、それをこんな針に入れ埋め込んでるんですよ。だからこの辺を盛り込んだ同じものを作っていけばスタンダードが変わっていくっていう。で、DP5 で、あ、そうですね、うん、DP5 でこのプラスプラスっていうのがあって、うん、本人で言ってる、ね、うん、ただこの切り上げはまあこんなの採用してないんですけどね、うん、これはこれからご要望に応じてやっていくような形で、なんでかっていうと、これ1本針かもしくは2本針じゃないですか、うん、はい、こっちやっぱり3本4本ついていくんですよね。あ、はいはい、そうなってくると、あ、めんどくさいですね。バラついて問題になっちゃう可能性があるんで、ご要望が高かったっていうのがあって。なるほど、うん、だから今後そういうふうに1本針でも2本針でも、まあ、やっぱりロースキルか、ね、新しい人材の人が早く飲み込めるようにっていうことであれば、これも盛り込んでいければというふうには思いますけどね。確かに、はい、まあ、これからの課題とさせてくださいだってこれ奥さんでやってないわけですもんね。まあ、これやってないですね。すね、まあ、田崎さんにある程度ないものをということで今一応取り込ませていただいてるんですけど、なるほど、まあ、それはもう各社各業みんな努力はしてるんですけどね。確かに、新商品っていうのはあんまりないんですよね。あ、そうですよね。だってメーカーさんが決めるんですよ。あ、なるほど。だからメーカーさん発信か。そうです、ね、メーカーさんが例えば今度ボタン付けのこういうやつを作ります、対象場になんか作ってくださいって言うと、それは新商品です。なるほど、なるほど。でもね、出るまでに時間かかるし、うん、そんなに売れないっていうのがあるんですか、ね、確かに。今どちらかというと今売れてるスタンダードなもうすでに工場に機械がいっぱい入ってるものを、うん、改良して機械が強くしたものは、うん、新しいバージョンですっていうふうにご案内する。だからこのプラスプラスっていうのをね、はい、覚えておいてご認知いただければな。わかりました。
型番にプラスプラスがあったら新しいタイプアイオのやつなんだなっていうことですね。はい、はい、わかりました。 DP5 と、UI なんですね。 DP が今17っていうこのタイプを出してはいるんですけど、これもあの別にプラスプラスつけずに出したんですよ。量的にはそんなに多くないんで、コンセプトとしてもプラス同じものがアイオの、うん、今までですとこれに SK とか NY2 とかって書いたものを、まあ、これに今回していこうかなっていう、ね、あ、いいですね、オールインワンっていうのはそういう形で内包していければ、はい、でコストもあんまり上げないように、あんまり迷いたくないっていう、そうですね。構成バーあの、はい、ベーシックな部分で、まあ、例えばユニオンさんであったりとかっていうのが、はいはい、その名前なんですよね、もともとが。え、 UI っていうのはユニオンの、あ、そういうこと。そうなんですよ。え、 DP は、じゃあ DP はもともとシンガーさんの機械の企画から始まって、そういうね名称の付け方っていうのがあるんですよ。で UI128 の後で GAS とか GBS とか GCS とかっていう、そういうあのユニオンさんが付けた名前なんですよ。ユニオンさんの部品として、部品ナンバーとして、ですからあの UI ってつくのが結構あると思うんですよ、113とかっていうのも、でうちの方では UO という名前に書いたりとかするんですけども、はい、 そうですね、そういう名前の付け方って、まああの D っていうのが一応インダストリアルの D なんですよね、工業用っていう意味で、ホームユースという部分で H が家庭用っていう、で HA×1 が家庭用で、D のインダストリアルの D から、うん、ABCD ってあるんですよ、うん、ADADBDCDADD ってあるんですよね、うん、それが元々のシンガーさんと JIS の企画でずっと名前があるんですけど、まあその後いろいろメーカーさんが入ってきますから、うん、だからあの逆にシンガーさんのタイプでいくと DV×1 とか43とかっていうのがあるんですけど、それがもうほとんど同じなんですよ。あ、そうですか。ほとんど一緒、長さ的には。なんか自社内でもいろいろ名前がたくさんあったら、うん、こういう名前違うけど同じ企画じゃないの？あります、あります。あ、あるんですか？過去にはあります。ああ、そうです。でもやっぱりね、それを今統合していこうかなっていう動きではありますけどね。すいません、話があちこち飛んで申し訳ないんですけど、もう社内でそういう会議になるんですかね、うん、これはもう UI で行こうみたいな。あ、やっぱりね、結局販売する販売店さんの都合っていうのもあるんですよ。あ、はい、海外なら海外 で、はい、そうですね、やはりあのコンペティターが UI128GS で売ってれば、うち DV×43 大体同じですねって言って持ってても、違うじゃないかって言われるじゃないですか。だからそこはぶつけるために名前を合わせるところはあるんですけど、まあ、本当にジレンマはありますよ。できれば統一した名前にしたいなと思うんですけどね、スタンダードの。ですが、まあこういうプラスプラスはつけて特徴をつけたりとかっていう、なるほど、そういったことの紹介については、今まで紙媒体でやってたのをやっぱりこうウェブ上ですることで、あのこういうテクニカルリンクっていうところに、基本的にはユーザーさんであってもディーラーさんであっても結構なんですけども、会員登録をしていただいて、ログインしていただくと、まあこういったいろいろさまざまなサービスが見れますよとか、コンテンツとしてはこういうふうにトラブル解決とか、針と糸の関係性とか、構成事例、まあ、例えばうちの研究開発部門で、受けたような内容を、まあ、ここで披露したりとか、であとはあのミシン針の検索ってあるんですけども、これはあの現物あるんだけど、どんな針かわからないってなると、結構実際やってみますと、そうなんですけども、この該当針検索っていうのが、それに当たるんですけど、まあ、ここに文字入れるんですけども、例えば本縫い用であるとか、メトビ対策ですとか、こういうのを条件にして検索をすると、こういうふうな針が DB×1 っていう本縫いの針があれば、これが NY2 がありますよと。これがまあどちらかというとミシン針から検索する方ですね。あとは縫製事例紹介ってなってくると、さまざまなこのトラブルに対して、こういうトラブルが起きて、こういう縫製条件でやった場合には、この DB1 の SF の8番もしくは DB1 の KN の8番がこういうふうにあのっていうような研究結果をここに披露してますので、今なんとなくこれがいいなと思ってても、こういうデータがちゃんとあれば説得力というか、他の人にも今までこれ一人一人言葉で説明したりとか、はい、メールで送ったりとかしてても、なかなか皆さんに知っていただくことができないんで、
多分これ動画見た方もあこんなのあるんだと思って調べる方多いと思います。ホーセーバーファッション関係って言ってもあまりミシン針までスポットライト当たんないじゃないですか。確かにね、はい、あの見てあるアパレルさんもあれば全然意識してないところがあります、はい、だから実際にものづくりされている方っていうのはやっぱり重要視されてますけども、はい、例えば企画されて使用者さん的に海外に委託されてるってところは、はい、なかなかそこまでは指定できないっていうのは本当のお声やと思うんですよ。だからまあ上がってきたものが良ければ OK、 問題があればどういうまでの、まあ、一番はあのオレバレが混入してるとかね、うん、はい、そういうのもあってもうあの目の敵にされてるところはありますけどね。針が悪いんじゃないかみたいな。そう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 、結局スポットライトが当たらないと人材も集まりにくいというか、あの確かにね、まあ、この縫製業自体の部分も新しく入られてる方ですから少ないと思うんですよ、はい、まあ、空白の何十年みたいに厳しい時代を通報してきたんで若い人がなかなか入らないというかね。あ、まあ、そうです。あ、まあ、製造メーカーってやっぱりどことも厳しいんじゃないですかね。そういうリクルートに関しては。でも続けてる人もいるじゃないですか、10年20年オルガンバリさんのところで働いてる方も、相性というか、はい、まあそうですね、物作ってはる方の人とまだ我々みたいに売ってるものと感覚は違うと思うんですけども、はい、作ってる人はやっぱりね、はい、あのそれなりの愛着を持ってやってられますし、うん、もともとご存知のように長野県でやってますから、はいはい、地元の人って結構 ね、あのおじいちゃんが長野オルガン張りにいたんで自分は入りましたみたいなところが結構あったんですよね。長野県だと、もともとは東京なんですけども、まあ、戦時で疎開して、まあ、戦後は長野県の方で上田市の方でずっとこう来てるんですけど、うん、腕時計もセイコーウォッチ、結局諏訪とか、ね、はい、長野とか、ね、はい、ありますけども、まあ、精密関係、精密でつながってるんですね、うん、昔 の、はい、あの製造設備とかってなってくると、まあ、品質保証保管がなかなか難しい。その中でやっぱり乾燥した環境の中である方が、乾燥した環境、うん、材料の錆とかそういったものの、ね、管理が、長野県乾燥してるんですか、うん、やっぱり乾燥が強いでしょ。そうですか、うん、そういうのもあって、あのそこを選択したというのも、あの社内報で見ました。あ、そうですか、面白い。あの線路の錆を見て、あ、うん、長野は線路の錆が少ないからって。なるほどね、はいはい、だからそういうふうな、ね、逸話があるぐらいで面白いです、うん、どうしてもね人手がかかる作り方なんですよね。あ、そうなんですか、うん、機械でやってるんじゃないですか。あの今でこそ機械でずっと形作っていますけど、はい、昔はそれぞれの工程に一人がいっぱいついて、で穴磨いたりとか、なるほど、ね、溝を掘った後検品したりとか、一本一本ですか。そうです。それがもう、はい、はっきり言って3000人ぐらいの、3000人ぐらいは人がいた時ですよ。もう人海戦術でやってたんで、なるほど、まあ、あの昔は人の確保はできたんですけど、まあ、機械が進んだりとか対外移転とかしていくうちに、やっぱりどうしても少ない精進力的な形になってくると、雇用がね少し抑えられた時代もありますんで、ね、でもやっぱり今あのこういうふうなものも取り組んでますから、はい、意外と若い人も、はい、あのものづくりに興味を持っていただいてる。あ、そうです。ただ長野県という地域の中でね、あのじゃあいっぱい人がね、あの雇えるかっていうとそうでもないんですけどね。もともとはね、その、はい、繊維産業自体も蚕、はい、から始まってっていうところ、上田市もやっぱりその昔は蚕で絹の糸生産っていうのが、上田市は蚕の養蚕が盛んだったんですね。養蚕だね。そういうのは地場産業みたいなところに期待するメーカーみたいな感じですね、はいはい、なるほど、つながりました、うん、いろんなところは。そうですね、まあ、なんで長野県だったんだろうと思って、やっぱりあのもともと金属加工でレコード針作ってたんでね。え、一番最初はレコード針から始まったんですか。そうなんですよ。あ、レコード針っていうのは蓄音機の針ですよ。あ、はいはいはい、で鉄芯でやってた時代なんで、犬のマークのビクターじゃないですか、 あ、はい、あそこに蓄音機の針を収めてたんですけど、あ、その技術を生かしてあのミシン針作れないかっていうふうな、あの、ごめんなさい、今気づいた、オルガンのオルガンってそういうことだったんですか。そういうことではないんですかね。オルガンっていうのは、はい、あの学校の教育の中でも身近にある楽器ですよね。はいはい、ね、でそのミシンを動かす操作と、
オルガンを弾いている操作とはなんか似通った形でリズムを刻むとかっていうのがね、でなんかあの社内でなんかそういう募集をしたらこういうデザインを出してくれたって言いました。歴史がありそうな感じだったんですから、まあ、あの楽器作ってあるんですかってよく聞かれることもあるんですけども、ニシンを踏む、あくまでも昔の足踏みニシンのイメージ、なるほどなるほど、ね、それが昔のオルガンって足で踏んでるじゃないですか。そういうふうなイメージから雰囲気も楽しそうです、まあ、一応あの、はい、2020年、はい、あの2年前に100周年を迎えるとこやったんですけど、で次の100年っていうイメージで今やってますけど、ね、うん、もう国内的なしですか。いやいや、国内でやってるとこはないだけですよね。ないです、あの儲からないんで。いや、この価格では無理ですよ、うんうん、やっぱりね、競合とやっぱりね競ってる部分がありますから、うん、なかなか表に出てこないですよね、うん、こういう話が、うん、で発信していこう、ものづくりの現場も発信していこうっていう機運はあると思うんですけど、はい、じゃあ小さい規模の工場だったら誰がやるの問題って出てくるんですよ。はい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 、これ今やってる仕事プラス広報 YouTube 誰が撮るの、で職人さんはカメラ向けられたらちょっとやめてって、うんうん、あのやってるとこ見られたくないっていうのもあるし、うん、なかなか進まないっていうのもあるんですよ、はい、私もそういう目で、あの、はい、YouTube 好きなんで結構見てはいるんですけどね。 はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。楽しみにしておりますので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。少しでもいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。